昔爆発があった。この宇宙は爆発で生まれた。昔爆発があった。この星は爆発で生まれた。昔爆発があった。この生命は爆発で生まれた。そしてまた爆発が起こる。Heavy pulse, dirty hands, sweaty clothes, the routine that I've learned to understand and know. Play my tricks.Fragile mind, rest your head on me. Shut my eyes, I'm not here. There must be some mistake. Don't be so serious.So serious. Don't be so serious. Don't be so serious. Thank you.
け。そこで雨宿りでもしよう。
言ったよね。何すんの？そんなに強く握ってない。その涙、カイラルアレルギーね。ねえ、あなたもドゥームスなんでしょ？絶滅因子を持ってはいるが、あんたほどじゃない。あなたレベルは？見えてたんでしょ？いや、感じる程度だ。じゃあレベル2ね。ここで何をしてる？あなたと一緒よ、雨宿り。タイムフォールは言った。私はフラジャイル。あんたの噂は聞いたことがある。光栄ね。サム・ポーター・ブリッジズ、伝説の配達人。急にも耐性がつくの。私のとこ来ない？一人だと大変でしょ。フラジャイルエキスプレスなら人材も豊富だろう。仲間に裏切られた。ほとんどが寝返ったわ。組織は崩壊寸前。それに私は首から下をトキューンにやられた。もう粉々に砕けてる。手伝えることはない。物を運ぶのが俺の仕事だ。こちらブリッジズ配送センター。委託契約フリーランス、サム・ポーター・ブリッジズ。受け取り人が待っています。町に行くのね。気をつけて。奴らは言ったようだけど、時は触れたものの時間を奪う。でも全てを消し去るわけじゃない。過去は捨てられないものよ。だからまた会いましょう、サム・ポーター・ブリッジズ。
Thank you.
来された荷物を確認。お疲れ様です。スキャンを開始します。依頼された荷物を確認。お疲れ様です。遅かったじゃないの。伝説の配達人らしくないわよ。バイクを失い雨宿りしてた。それは大変だったわね。うちへの納品は完璧よ。まあ納品遅延はあるけど、荷物は希望数以上届けてくれた。ありがとう。またお願いするわね。ブリッジズ死体処理班のイゴールだ。サム・ポーターだな。そうか、接触恐怖症だったな。
お前の資料に書いてあったよ。ブリッジスの死体処理班、何があった？時間がないんだ、ついてきてくれ。来い。これを見てくれ。こいつを焼却所まで運びたい。いつ心停止した？正確な時間は分からんが、おそらく40時間以上は過ぎている。施設に隔離しなかった？病死じゃない、自殺したんだ。自殺だって？発見するのに時間がかかった。冷却処置はしたが、いつネクローシスするか。どの焼却所？一番近いのは北だ。そのルートには奴らがいる。別の焼却所、他の場所に行く時間はない。じゃあここで焼いた方が安全だぞ。カイラリウムが都市に被害を与える。ここはダメだ。今から焼却所へ行く方が危険だ。だからお前が必要だ。お前のようなドゥームスに同行してほしい。ネクローシスの初期段階に入っている。急がないとここが吹き飛ぶ。じゃあ一緒に来てくれるな。ブリッジズとの契約成立だ。サムポート、サム、ただのサムだ。俺には奴らは見えない、感じるだけだ。だからこいつを持ってきた。ブリッジベイビーか。お前とこれがあれば奴らをうまく迂回できるはずだ。あまり気分のいいものじゃないな。あの世とつながるわけだからな。ゾッとする。行け。子供の頃はこんなじゃなかった。アメリカという国があって、誰もがどこへでも自由に行けた。お前みたいな運び屋はいなかった。ハイウェイや飛行機、そうだ、他の国へも行けたんだ。もうそんなものはない。そこら中デス・ストランディングのせいで穴だらけだ。みんなぶっ壊れたんだ。運よく残ったものも呼吸のおかげで溶けちまった。代わりに化け物がビーチから来た。つまりこの世は死の世界とつながったんだ。みんな怖くて都市に閉じこもってる。おかげでお前みたいな運び屋が重宝される。虹が出てる。焼却所まであとどれぐらいだ？もうすぐ出てくるぞ。仕方がない、奴らのど真ん中を抜ける。
奴らのエリアに入ったんだ。迂回しろ。サム、何か見えるか。いや、見えない。この BB は不良品かもしれん。
Ugh!